中日ドラゴンズの岡林選手の今年の指標成績に関してとんでもない事実が判明したということで、こちらについて見ていきたいと思います。岡林選手の状態が開幕から全く上がってきません。2022年、こちら3年目のシーズンで2割9分1厘161本のヒットを放ちました。そして昨年は2割7分9厘163本のヒットを放っています。細川選手とともに不動のレギュラーをつかみ取ったような形で、今年も上位打線でチームを牽引していく、たくさん出塁して得点につなげていく、こういったことを期待されました。故障での出遅れも今年はあったんですけれども、4月からもう1軍に合流しています。まあ、ただですね、今年のトータルの成績見ていきますと、67試合の出場で1割8分5厘、打点が3つ、出塁率2割2分1厘、OPS が434、そして得点圏打率も0割台なので、打点が全く増えていきません。上位打線を打つような、まあ、つなぎの選手、出塁を求められる選手とはいえ、まあ、ちょっと打点3つっていうのはあまりに少ないですよね。そして月別の打率で見てみましても2割ちょっとの数字っていうのがずっと続いている状況で、こう全く不調の傾向っていうのが見えてこないんですね。まあ、12球団見渡しても不調の選手なんかがこの6月7月とかでこう少しずつ数字を上げてきているとか、まあ、そういった状況はあるんですけれども、岡林選手はこのずっと2割ちょっとの打率っていうのが続いてしまっています。そして、まあ、もう一つ懸念点としては6月7月と長打がなんと1本も出ていないんですね。2ヶ月近くにわたって長打が出ていないという状況が続いているわけですね。なのでやっぱり打点というのも増えていかないですし、まあ、そして盗塁の数で見てみましても4盗塁の3つ失敗と、まあ、盗塁の数も増やせていないですし、盗塁成功率も低い数字、そしてフォアボールの数っていうのも打率1割8分5厘に対して出塁率2割2分1厘という数字になってしまっていますので、もう全く出塁もできていないという状況です。単打の割合が非常に多いということもあって、相手バッテリーとしても、まあ、やっぱりフォアボールを出すようなこう際どい攻めではなく、まあ、ガンガン攻めていけると、まあ、そんな状況もあるのかもしれません。そんな岡林選手のこう現状相当苦しいんですけれども、とんでもない事実が判明しているということですね。こちらについても見ていきたいと思います。岡林選手の今年の指標を見ていきますと、控え選手と比べてどれだけ勝利に貢献したかという数値なんですけれども、これがマイナス 0.8 でリーグワーストの数値になっています。そしてバッティングの総合指標で見ますとマイナス 12.5、 これは12球団でもワーストの数値、まあ、なかなか打率上がってこない、そしてフォアボールが選べない、加えて長打も出ないということでですね、やっぱりこのバッティングの数値っていうのは相当低い数字になってしまっています。まあ、加えて盗塁もこうなかなかできないというところもありまして、まあ、総合的なオフェンスの数値でも12球団ワーストになっています。まあ、加えて岡林選手の売りである守備仕様に関しましてもマイナスの数値になってしまっていて、まあ、現状走攻守全てにおいてこうなかなか成績が上がってこないという状況が続いています。まあ、これだけ不振に陥っている岡林選手なんですけれども、不振になった理由について見ていきたいと思います。岡林選手が不振になってしまった要因なんですけれども、2月下旬のオープン戦での右肩痛での離脱、ここが影響しているように思います。右肩痛で離脱していた中で、そこからなんとか開幕スタメン間に合わせようということですね、そこを想定して3月の中旬に急ピッチで一度2軍戦で復帰しました。まあ、ただそこから結局開幕に間に合うことはできずに、4月の16日にもう一度2軍戦で復帰しています。そしてそこから工夫早手との2軍戦でわずか3試合だけ出場して、すぐに1軍昇格ということになったんですね。こうなかなか1軍に復帰できない、2軍戦でもこう打率上がってこないという状態が続いている中でのこう復帰した直後、まあ、すぐに1軍昇格ということになったわけですね。本当に想定よりも大幅に前倒して、まあ、見切り発車という感じでの1軍昇格となりました。3月から4月までの2軍の打率見てみましても1割台の数字なんですね。2軍で1割台の選手がこう上がってきて1軍で苦しんでいるっていうのは、まあ、正直、まあ、数値としてはしょうがない部分があるという感じですね。2軍でも明らかに調整不足の状況の中で前倒してこう一気に昇格させたことによって歯車が狂ってしまった可能性があるんじゃないかと、そういうふうにも見えますね。故障してこう試合での動きがどうかっていうところであったり、まあ、あとは自分の本来のバッティングの形であったり、
まあ、そういったところまで完全に戻ってくる前にこう一軍昇格して、なおかつこうスタメンとかでもガンガン出ていくようになると、まあ、そういった状況になってしまって見失ってしまったものをこう取り戻していく、見直していくような時間も取れていないという状況なのではないでしょうか。なので選択肢としては一度2軍に降格させて再調整させて状態がしっかりと上がってきて自信を持てるようになったらもう一回上げるとか、そういった流れもありなのかなというふうに見ています。まあ、仮にこの不振の状態の岡林選手が2軍降格ということになるのであれば、代役で誰を上げるのがベストなのか、こちらも見ていきたいと思います。岡林選手の代役ということで見ますと3選手ですね、候補が上がってきます。まず1人目ブライト健太選手、ここまで2軍では2割6分2厘、ホームランが2本、盗塁8つ、出塁率3割5分7厘、 OPS が712ということでですね、昨年相当いい成績を残したんですけれども、まあ、今年はやや低調な成績になっています。まあ、1軍昇格も一度ありましたけれども、9打席、まあ、本当に数少ない機会で、まあ、ヒットも1本という数字になりました。まあ、正直出場機会が少なすぎたっていうこともありますし、こうなかなか目立つほどのインパクトのあるような結果っていうのは残せなかったんですけれども、まあ、もう一度チャンスをという選択肢もあるかもしれません。まあ、正直言えばもう少しこうブライト健太選手が2軍で、まあ、昨年並みの成績ぐらいをこう残してくれていたら、もっともっと1軍での出場機会もあったと思いますし、まあ、今年のチャンスを生かせたのかなというふうにも思います。そして後藤俊太選手、2軍では3割1分9厘、ホームラン1本、出塁率3割9分3厘、 OPS786 と優秀な成績を残しています。1軍では8打席6打数ノーヒットで、4月の下旬からずっと2軍暮らしが続いています。まあ、ただ2軍の外野手の中では最もいい成績を残している選手ですし、まあ、守備走塁も安定していて、なおかつ、まあ、現状の岡林選手と比較するということであれば、まあ、バッティング正直後藤選手をスタメンで起用した方がまだいい成績が残るのかなと、まあ、そんな風にも見えます。そしてもう一人候補を挙げるとすると、やっぱり上林選手ですね。2軍では2割5分3厘、ホームランが2本、出塁率3割5分9厘、 OPS が802という成績になっています。まあ、サイクル安打を放って、まあ、大注目されて1軍昇格あるかというふうにも思われたんですけれども、そのサイクル安打以降ですね、こうなかなか調子が上がってこないという感じで、打率としても2割5分ぐらいまで落ちてきています。なのでこの上林選手ももう一回こう状態が上がってきて、本当に数試合であってもいい状態が続いてくると、まあ、1軍昇格そしてスタメン起用の可能性っていうのも十分あると思います。まあ、正直今の岡林選手の状況ですと、まあ、他の選手を起用した方がこうチームの勝利につながる可能性っていうのも十分あると思いますし、やっぱり本来の岡林選手のバッティングを取り戻すためにも、まあ、再調整という選択肢もあっていいのかなというふうに見ています。以上です。